皆さんこんにちは、山本真央です。今日は釣り屋ゴルフ相模原店にやってまいりました。お邪魔します。真央ちゃん、釣り屋ゴルフは初めてですか？はい、初めてかな。そうですね、ちゃんと入るの初めてかもしれないです。どうですか、この相模原で来てみて。なんか綺麗で、入ってきた時綺麗で、結構メーカーブラン服の種類も結構いろんなメーカーさんが置いてあっていいなと思いました。そうクラブも、ね、はい、いっぱいあったり。そう、クラブもいっぱいあったりして、ゴルフの用品はここで全部揃うかなっていう。そうで、今この練習場みたいなところも来てるんですけど、お店の中にあるってすごいですね。ここはね、レッスン、ここでレッスンやってる。すごい。そうちょっと、そう今日は特別に、はい、お借りして、レッスンではなくて、はい、シダを、シダ、そう、はい、やってもらおうかなと思ってまして、はい、まあ、2023年になって、はい、新しいモデルがいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。でまだ打ったことないです。新しいモデル。そうそうそう。で、はい、最近のクラブって、はい、なんかこう AI 使ったとか、うん、フェースがチタンから、はい、カーボン使ったとか、すごいこういろいろな技術を使ったクラブが出てて、はい、まあ本当に良くなってんのって、はいはいはい、ちょっとした疑問が自分の中であって、なるほど。じゃあ上手い真央ちゃんに打ってもらって、はい、まあちょっとそれを見てみたいな、はいはい、そうで、そういうのを、まあ、ちょっと視聴者さんにも、はい、まあ、最近のクラブこうだよっていうのが伝わればいいかなと思って、うんうん、はい、はい、そんな企画です。はい、わかりました。はい、では早速な感じですか。早速、はい、行っちゃいたいと思います。はい、後でウェアじっくり見よう。はい、これは最初のクラブはこれです。こちら、じゃじゃん。じゃあこれ何だか分かりますか？何だか分かる、ドライバー。なんで今日釣り屋ゴルフさんに来たかっていうと、はい、ネットで調べたら、はい、これ面白いドライバーが出てきて、はいはい、釣り屋ゴルフさんなんですよ。あ、そうなんですか。へぇー、そう、アクセル GF って言って、アクセル GL、GF、 はい、はい、そう、これだ。へぇー、そうなんだ、出してるんですね、ドライバーも。さっき、すごいカーボンフェース使ってるとか、はい、最近クラブとかって言ったんですけど、それってまだテーラーメイドだけなんです。ほう、それを国産メーカーで釣り屋さんが出したんですよ。へぇー、すごい。もう本当に最新の技術を使ってる。すごい。これがカーボン。ここがカーボンフェイス。ここはどんなもんかなと思って、はい、もう一番最初にちょっと打ってもらいたいなと思って。すごい嬉しい。で見て、どうですかそのフェイスとか。そんなに見た目には別にいつも打ってるクラブと見た目変わらない。見た目、はい、変わらないイメージですね。印象。そうでしょ。普通にかっこいい。どう違うのか。一応今回打つのは全部メンズの R で、はい、そのメンズの R の中でもちょっと軽めのモデル、はい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 、を選んでます、はい、でこのアクセル GF とかも重さが 280g で、はい、シャフトが 46g なんで、46、多分普段使ってるのぐらいかなっていう感じです。持った感じ、そんな感じです。長さだけちょっと長いんで、はい、いつもより少し短く持ってもらって、はい、打ってもらえればなって思います。わかりました。じゃあ早速、はい、はい、じゃあお願いします。やってみたいと思います。おお、えいきなり打感めちゃくちゃ柔らかい。捕まってる感じ、捕まってる感じして、飛んでるわ。196ちょい左だけど、そんなにそこまで大きくではない。え、めちゃくちゃ打ちやすいんですけど、優しい。なんかもうちょっと当たりが何発か、はい、打ってもらって、うん、ちょい右だけども、でもそこまでなんか大きく曲がんないですね。また194、うん、194、そこまでこうビーってビューンって曲がんない。なんか結構右に行ったかなって思うけど、もう一回やってみよう。
178ぐらい、打ってどうですか、なんかこのそのペースがちょっと違うんですよ、テーラーメイドと一緒のカーブのペースなんだけど、はいはいはい、多分いつも使ってるのはチタンだと思うのでですね、そうだと思いました今変わります、なんか打感こう当たった感じがすごく優しくて、優しい上になんか軽く振っても全然飛んでるなと思います。おそう、なんかいつもこう衝撃っていうかそういうの感じるんですけど、これはなんか優しい、なんかソフトな当たりをしてるなって。なるほど、全然違う、わかるかな、本当に違う。音はそんな音そんな変わんないです。そうそう、あのね、言ってるのが、まあ、合ってて、はい、カーボンの良さって、はい、チタンよりも薄く作れるんですよ、うんうんうん、だから薄く作れると、はい、まあ、簡単にちょっとトランポリンみたいな感じかな、はいはい、あの間のマットが さ分厚かったらさ、はい、弾まなそうなイメージ、うんうん、確かに薄いからポヨンポヨン飛ぶじゃん、うん、ちゃんとこう跳ね返して、でも薄すぎると破けちゃうじゃん、うんうんうん、チタンはある程度薄くしすぎちゃうとやっぱ割れちゃったりするよね、うんうん、カーボンは薄くしてもその割れたりがしづらいから、うんうんうん、すごい薄く作れてるから跳ね返り、うんうんうん、そうそうそう、ボールとこうクラブをちゃんとこう何、うん、いいよ、密着させてブヨーンブヨーンこりゃブヨーンそう、あの片方通り読むとたわみやすい、あ、たわみやすいそう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 、そうなんですよ、うん、あ、優しい、本当に、うん、うんうんうん、181、うん、全然違いますね、おお、いい感じ、うんうんうん、もう100、ああ、うんうん、187、いくいく、今多分5、6発打ってもらってそんな大きな曲がりはなさそうだね、うん、ないです、なんかこう持ち玉、持ち玉、まあ、はい、同じところに行ってるような、うんうん、こんな違うんですね、そうで、すごい、あとね、はい、テラメイドも、はい、そのカーボンフェイスも打ってもらおうかなと思ってるんだけど、はい、まあ、その時にこっちはこうだった、ステルスはこうだったみたいな、はい、そんなような感じで、はい、お伝えできればいいかなと思ってて、はい、で、まあ、フェースだけにこう着目しがちだったんですけど、うん、あの実はそのボディ部分もほとんどカーボンなんですね、うん、ここも、あ、ここら辺、ボディ部分、そうそうそう、そこも全部カーボンで、はい、ボン、そう、軽くて、で、全部軽いとダメなのね、はいはい、調整したために重りとかをつけてる、はい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 、なるほど、ボールが上がりやすくとか、ね、確かに、そうそうそう、軽いからカーボン、うん、そうなんですよ、カーボン、へえー、すごい、で、釣り屋ゴルフさんが作ったおすごいよね、なんかこれすごいですね、なんかある程度どこも出してるのが、うんうん、あの作るなら分かるけど、はい、まだ世界でも1社しかやってないのに、うん、そうですよね、それを作っちゃうって最新だ、めちゃめちゃすごいなと思って、すごい、これすごい、いろんな方が多分試してますいろんな方がもう見えます見えるかな、あ、試してる、マオちゃんじゃない、それだけ笑いってことですね、マオも入りました今日であとね、あのシャフト、はい、これバンキッシュって言って、はい、逆の方が文字が見やすく、はい、バンキッシュって言って、これ、はい、あの三菱のやつで、はい、軽量ですごいこう、なんていうのかな、シャフトが走って飛ぶみたいな感じのシャフトで、はい、本当だ、三菱って書いてる、これがオリジナルで、はい、そう、これも多分コラボで作ってるんだよね、うん、そう、だからなんか本当もなんか最新の技術をめっちゃ突っ込んだクラブで、はいはい、これいいコースで打ってみたい、シャフトもさ、普段使ってるのそこまで違い分かんなかったでしょ、そう、分かんないです、全然、そうそうそう、多分ちょうどこう飛ばしたいなって方とか向けのシャフトだから似てるんだと、うんうん、全然曲がんないし、本当にそう、うん、あんまり曲がんない、まあ、これがどこで打てるのかなとか、どこで買えるのかなっていうと、はい、釣り屋ゴルフさんです、ここです
そう結構何店舗かありますよね。そう調べたら全国にありますよね。大体ありました。はい、大阪がすごい多かったです。あそうなんですね。なるほど、ぜひお試しをえすごいいいよ。えカーをみんな試してほしい。こんなに違うんだって思った。そうステルスがやっぱちょっとこう重いとか、はい、ハードだなって感じの人とか、うんうん、まあ、女性の方とかいいかもしれないですね。軽くて優しくていいと思います。めちゃくちゃはいって感じで、うん、まあ、ちょっと一発目、はい、すげえ気になってていやこれいいですわ。そのためにあの連絡してまあこの後他のメーカーさんって感じでいきたいと思うんで、はい、まあ、まず1本目はツレアゴルフの、はい、ツレアゴルフさんの、はい、アクセル GF、はい、ドライバーでした。アクセル GF ぜひ試打してみてください。皆さんツレアゴルフさんにてやっております。はい、はい、ありがとうございます。